品川です。庄司です。あっさということで今日はですね、はい、あの以前、うん、その喧嘩の話をしたらね、しましたね、再生回数が一番多いということで、はい、もう一回その喧嘩の話をしてくれと言われたんですが、はい、コメント欄を見てると、うん、庄司よく耐えたなとか、うん、品川が悪いという意見が多かったので、うん、喧嘩の話、うん、お断りします。喋れよ。いやだってお前がなんかいいやつみたいになるの。いやそんなことない、半々ぐらいよ。そういうコメントが気になるだけよ。いやそんなことない、半々ぐらいよがまたお前の株を上げてる。違う俺見えてんだよ。見えてんだけどそっち行っちゃうの。いやいい、だって同じぐらいよ本当に。まあそういう意見もまあもちろんあったよ、うん、ずるいよ。俺お前覚えてるかどうかも分かんないし、こんなことお前覚えてたのって言うかもしれないけど、昔マジック特番でね優勝しただろ、手品のやつ。そうです ね。それで俺は割と大変なマジックだと、庄司は軽めのコインマジック、ほんで賞金半々ですみたいな。まあそうだ、コンビで出てるからね。そうそう、うん、でも俺はね盛り上がると思って、これは俺の方が大変だったし庄司の方が簡単だったから、これは9-1です。あ、ボケとしてね、うん、いやなんで9-1なんだよって突っ込んで終わったら、うん、ちゃんと批判されるんだよ。ジョークじゃん。いつも話出してきてんだよ。もう15年前。しかも俺まあこんなことわざわざ YouTube で言うのもなんだけど、賞金マジックを教えてくれた人のあれだからって言って3等分にしようって、うん、それ俺が言ってね、俺が言ったよね。それをやめろよ。それをやめろっつってんだよみんな。それで、そうそう確かにね、言った、うん、ちゃんと渡してねって、うんうん、しかも俺はその賞金だから30万、うん、これはお笑いじゃなくて、うん、手品でもらった30万だからって言って、うん、そのヒール俺より後輩の人全員着たいやつ着ていいよって言って、うん、俺焼肉でその日に全部使ったの。おーすごいじゃん。それをお前どっかで言え。俺が、うん、そう、怒られたやつが言うべきなんじゃない。批判は俺を食らってんのに。俺は俺でおめでとうございますって言われた人にはあれ、うん、あげしたよ。だからこう損だなと思って結局。いやまあでもそれはもう分かる人には分かってますから大丈夫ですよ。面白いっていうコメントもいただいてますから。面白いっていうコメントもあったね。だそれをスルーしちゃってんじゃないの。面白いってコメント見えてこないね。それ受け止めろよ、それを。それ結構いただきましたよ、ありがたいことに。いただいた。で再生回数も本当にダントツですからね。そういう評価じゃないですか、それが。まあね、もっと言えばこれを言い出すのももう評価になってきてんじゃないですか。いやだからまた品川そんなこと言ってみたな、うん、さあ俺だってジョークじゃん。そのジョークが伝わらない人もいるかもしれないけど、それぐらいやっぱこう熱量があるっていうことですよ。いいじゃないですか、それは。そうなのね。あとだって喧嘩とこの間だいたい話したんじゃないの。まあでも喧嘩は腐るほどしてるから。あとはルミネのその誠司さんに止めてもらったやつ。あったね、うん、M1 前とか M1 後か。 M1 終わりでルミネの出番で、うん、M1 グランプリではダメだったけど、うん、まあ、4位という結果だったけど、そのチャンピオンであるフットボールアワーさんの出番の後だったの、うん、いやそうだね。でフットボールアワーさんはもうドカンドカン受けて、うん、で俺たち M1 後でやったら、うん、なんか庄司のテンションが燃え尽き症候群じゃないけど、うん、M1 終わってなんか抜け殻みたいになってたんだよね、うん、でこうちょっと元気ない、うん、しかもそれこそ何回も噛んだ、うん、みたいな。俺は引っかかって、うん、でもそんな説明もしないし、うん、要はそのなんだよ俺、せめて M1 チャンピオンの後にネタやる、うん、同じぐらい受けたい、もしくはもうちょっと笑い取りたいっていう気持ちでやってるのに、なんでお前はそんなテンション低いの、しかも何回もネタ間違えてんじゃん、うん、っていう気持ちなんだけど、
それを全部言葉にする関係じゃない、うん、当時は、うん、仲悪いから、うん、だからバーッと降りてきて、お前今日ひどいぞ、うん、って言ったんだよね、うん、そしたら庄司が、うん、って言ったから、うん、いや、あーんってなんだよってなったのね、うん、そしたら庄司が、じゃあごめん、うん、じゃあごめんってなんだよなぁ、じゃあいらねえだろうがこっちとしては、ね、早い早い早いってなるけどね早い、うん、普通3段落ちみたいなの分かるけどね2段だからね、そうそうそう、まあでもその前に知らず知らずに溜まってるからね、俺もだからぐるぐるぐるってエンジンかかって、あのルミネの小さい楽屋の前で襟首ガーンって持って壁に、じゃあ旦那がらがらみたいな、そうそうそう、おい芸人がバーって出て一瞬出てくるんだけど、先輩たちももう気使ってパパパパって楽屋に入っちゃって出てこないんだよね、なら、うん、なってで庄司のまた、ギャグ、ギャグじゃない、また暴力ですかっていうギャグじゃない、庄司のお決まりのギャグあって、あんだなら、うん、ってなってたら、その一部始終を、ルミネに神棚があるんですけど、神棚の真下でセイさんがこうやって見てたんだよ、俺らの喧嘩だから、うん、ルミネの全体の空気を悪くしちゃったなっていうので、ね、謝りに行ったんです、みんなに、うん、すいませんしたって言って、うん、で神棚の下にいた誠司さんにもすいませんしたってちょっとお騒がせしてって言って、うん、全然ええよ誠司さんがね、うん、いやもう大阪時代喧嘩ばっかりや、コンビなんてもんはそうやって切磋琢磨して良くなってくねん、全然ええよって言って、おちょっと来いって言って自動販売機の前で、うん、お好きなもの買え全然ええよ、うん、ね、喧嘩ばっかりや大阪時代、東京の芸人喧嘩せえへん、嬉しいわ全然ええって言って、で俺が缶コーヒー買って、で誠司さんも缶コーヒー買って、ありがとうございます、すいませんありがとうございましたって言って、誠司さんがこうやって大部屋の方にこうガーって書いてると、うん、一本の中で、はいはい、あそこね、10メートルぐらい行って振り返って、全然ええよ楽屋入ってかっこいいなぁ、誠司さん、そしたらその大部屋の楽屋から、また阪神勝ったなぁっていう誠司さんの声がこう、大阪丸出しだなぁで、後にジュニアさんにその話をして、うん、そうやって誠司さんが言ってくれたんですって言ったら、はい、いや、喧嘩したことないで。どっからの思い出だったんだろうな。喧嘩したことないけどな。で、さらにその後、俺、そのネタで噛んだ誠司さんが、ジュニアさんに怒られてシュンとするっていうのも目撃してますし。人間味あるな、誠司さん。ご迷惑をおかけしたな。いや、確かにでも誠司さんに助けられましたね、あれはね。この面白話があったからまた仲良くなった。そう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 、まあまあまあ確かにね。知らしょうばくす。あとあった？喧嘩なんか。いやもういっぱいありますよ、若手の頃、大の字さん。あ、大の字さんとの喧嘩ね、うん、大の字さんとの喧嘩は僕と大谷さんがずっと仲悪くて、ほんで当時銀座7丁目劇場っていう劇場、うん、が閉館するってなった時に、うん、劇場の客席で、うん、大谷さんと大津さん、大の字の2人と俺、うん、3人で飲んでたの、うん、だからなんで大谷さんがその時、うん、一緒に飲んでたかも分かんない、まあ珍しいよね、そもそもそんなに俺は仲良くなかったから、まあ、いやまあそれ言わなくていいけどね、で大津さんと酒飲んでてわーって盛り上がる、うん、そして大津さんにまた、いやデブみたいな、うん、誰がデブだーとか言って楽しく飲んでたの、うん、そして大谷さんが結構酔っ払って、いやだからダメなんだよ、大内さんに言ったんですね、そう、品川後輩だぞ、だからダメなんだ、そうやって後輩に舐められてるから、うん、大の字がいかねえんだよ、うん、もっと威厳を持てみたいに言ってきたから、うん、お前何なんだよさっきから、それ誰ですか、僕です、いやおかしいでしょ後輩です後輩の、うん、品川が大谷さんにそんな口調で、バリバリの後輩ですけど、いやお前何なんだよさっきからうるせえなんだ、人が楽しく飲んでんのに、だったら来んなよこのアルランド、そしたら大谷さんが、なんだよお前ってなるよ、立ち上がったら、なんだよお前って酒瓶持った俺、こうやっておかしいね、そしたら
大地さんが俺の両肩をガッて掴んで、うん、やめろ、ヒロシみたいな、やめろ、やめろって、ヒロシ、そう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 、普段は、うん、品川って呼んでんだけど、うん、なんか喧嘩止めるときだけテンション上がったのが、ヒロシって呼んでて、やめろ、ヒロシ、やめろ、ヒロシって言うから、うるせえって言って、まあ、ちょっと頭突きを、大地さんにしたら、大地さん、鼻血出しちゃって、ビューって鼻血出して、おい、ヒロシ、クールになれよって言ったの。だっせー。で、大津さんと、じゃあもう大谷さんを置いて、うん、大津さんと劇場から外出て、うん、おい、冷静に考えろ、ヒロシ、俺たち先輩だぞ。あ、そうですよね、すいませんみたいな。じゃあ大谷さんにも謝りますって言って、大津さんともう一回劇場に戻ったら、大津さんがなんかわかんないけど全裸になって、そのハンチングの帽子の中にこうやって泣きながらジョボジョボジョボってしょんべんしてて、俺が悪かったよーってジョボジョボジョボしょんべんしてて、カオス、意味わかんない、カオスです。すごいな。うちに大の字さんとはまあ仲直りしたし、うん、今も仲良くなって、うん、何年後ぐらいかな、大谷さんのラジオに俺一人でゲストで行って、うん、まあ、こんな話もしながら、うん、あの時はこうでしたよねみたいな話もしたりとか、うん、仲悪かったですよねみたいな、うん、お互いここが嫌だったみたいな話もしたの、うん、で、まあ、盛り上がったラジオ、うん、いいじゃん。ほんでその後ね、笑っていいとも最終回があったんですよ。あの伝説の日ですよ、ね、伝説の日、うんうん、トンネルズさんいて、うっちゃんなんちゃんさんいて、ダウンタウンさんいて、うん、さんまさんもいて、うん、でも鶴瓶師匠、タモリさん、うん、もうあの伝説の回、うん、ね、爆笑問題さんが大暴れして、うん、ね、ちょっとこうトンネルさんとダウンタウンさんがピリピリして、うん、もう芸人総立ち、うん、俺なんかもう本番中なのに初めてスマホ出して、ね、高さんと松本さんが CM 中に2人で喋ってるのね、うん、あったあった、それもわーって写真撮ったりして、うん、でわーってエキサイトする中、笑顔で見つめる内村さん。いや、それももう俺らしびれたじゃん、しびれたしびれた。じゃあ打ち上げ行こうって言ってロケバスの中に乗ったの、うん、そしたらもう俺はもうその感動で、雪解けじゃないけど、うん、お笑いかいろんな噂聞いてきました、うんうんうん、週刊誌にも書かれてたこともあります、うん、でもいろんなそのトップスターの雪解けをこう目の前で見れて、伝説見れてよかったなっていう余韻に浸ってもらうが、一人いいとものディレクターさんが、大の字さんとの大谷さんとのラジオ聞きましたよ、めちゃめちゃ笑ったし、めちゃめちゃ感動でしたね、あの雪解けはって言って、今はやめてくれ、もう恥ずかしいな。ダウンタウンさん、トンネルズさんの俺らはもう雲南さんとかさんまさんとか見てるから、ちっちゃいな。そんなもう南極とか北極の氷よ、向こうは。確かにな、スケールがでかすぎるよ。俺の冬の水たまりの薄っぺらい氷がね、日の光で溶けたみたいな話、やってくれって言って、めちゃめちゃ恥ずかしかった。恥ずかしいな、それは。でも、まあ、今後ね、俺たちがこうもっともっと、大の字さんもそうだけど、うん、そうなってくれば、このまた。ないない、品川庄司が今後ね、うん、カリスマ的に売れるってことはないし、いや、そんな悲しいこと言うなよ。で、大の字もない。ないのか。大の字さんもねえのかよ。まあ、なさそうだけどな。大の字の今の主な活動はスナック大の字だ。大変だよっつってたよ。スナック大の字行ったんだよ俺。行ったよ。あの有料のやつ？いや、オンラインになる前、実際に。なるほどなるほど。まだこういう時代になる前に。あ、そうなんだ。行ったらめちゃくちゃテンション上がってた大谷さん。あ、サプライズで行ったと。そうそう。すごい踊ってたの、踊り狂ってたの俺が来たら、ヒロシ。大谷さん品川のこと大好きだからね、実はね、今はね、うん、いやいや、でもライバル視ずっとしてたから、そういうことなんじゃない。そうそう、うん、今は仲良くやってますけど、当時はそんなんだったっていう、うん、いや、この間もさ、だから自粛前にさ、大谷さんと飲んだの。大谷さんと2人で、うん、なんか知らないけど、えー、2人飲んで、うん、で香港映画で
まあ、面白い映画があって、俺も大谷さんも面白いですよねっていう話してて、うん、で大谷さんが俺あの映画めちゃくちゃ好きなんだよって話してたから、うん、ちょっとね俺がいやすごい好きなんですけどこうこうこうでしたよねみたいな、うん、こうこうこうだったら、うん、っていう話を、うん、で映画の話だよね普通にするじゃん、うんうんうん、俺はこうだったらよかったのに、あそこが残念だったなとかっていう話したら、いやあの解説すんなよ品川に、うん、品川俺本当にリスペクトしてるし、ただその解説癖良くないよって品川のいいところねこうこうこうでこうこうこうで、うん、ただ解説するとこが悪いのよ、うん、で品川この間アメトーク出てた時もこうこうこうでねこうこうこうでねってめちゃくちゃ俺のこと解説すんのめちゃくちゃすんの芸人が解説とかしない方がいいんだよってめちゃくちゃ俺のこと解説好きなんだよ張り付いてんで品川のその出演番組とかも張り付いて見てるから、だからツイートするとさめちゃくちゃ反応するでしょ、なんか俺、まあ、確かに映画見て面白かったっていうと大体その大谷さんが5秒ぐらいでいいねをしてくれる、うん、しずるの村上と大谷さんって1日中ツイッター見てる暇だなすぐいいね暇だな、大谷さんがいいって言った映画の3日後ぐらいに大内さんがいいって言い出してる、言う言う、最高だね、いや尽きないですよ本当に、先輩に盾つくみたいなのはもう多いでしょ、ここの喧嘩も多いけど先輩のなんかなんだおめえみたいな、もう10年ぐらいはないよ、いやそうだけどないけど、本当はみんなずっとないんだずっとないの本当は、なんであるのそれが、先輩においてめえこの野郎って言ったことないもん、うん、ないけどねまだ喧嘩の話が尽きないですけど、また次回にそうしていただいて、それはでもコメントしたいかな、んその俺に対する、いやいや、それはもう自由にコメントさせてよ庄司よく耐えたねみたいなのが、いや今回はそれはないんじゃないですか、庄司よく耐えたねが3件あったらもうやめます、いやあるだろそれはそれはあると思うよ、俺だって庄司に耐えてることいっぱいあるんだよ、いやそうお互い様だよそれは言わないだけで、いやお互い様だよそれはいっぱいあんのよ、はい、というわけでこの動画が面白かったと思った方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。